はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。まもなくね1時になろうとしてますね。8月12日ですね、今日はね8月12日、のまったりとした午後でございまして、お昼にビール系飲料3缶いただきましてですね、ふわーんとしてます。はい、行きましょう。ですね、ハンギョレでございまして、そのハンギョレ、一つの民族という意味らしいですけど、愉快なお隣さんのですね、サハ系メディアでございます。あのムン・ジェインさんという方が今大統領なんですけども、彼を擁護するメディアですね、彼も創立に関わったというふうに言われています。そのハンギョレでですね、こういう記事が出ています。12時9時30分、韓国の国家競争力日本を追い抜いた30年にわたる韓日の経済競争力の変化というですね、これね実はこのハンギョレだけではなくて他のお隣さんメディアでも軒並み出ています。追い抜いたで日本をって言っても、これはもうね彼らにとってはね一大刑事でございましてですね、あの方々のこのアイデンティティというのはですね、日本との対比の上で成り立ってるんですよ。日本に比べてどうなんや、日本に比べてこうなんや、勝ったんか負けたんか、こっちが強いんか弱いんかっていうところでですね、彼らのアイデンティティっていうポジショニングってできるわけですね。だから日本に勝つということはですね、彼らの民族的な目標でございます。これでこう見事に追い抜かれたということらしくてですね、もう大喜びされています。ちょっと待って、丁寧にはできましょうね。国家競争力信用格付け製造業競争力の順位を覆し、総量指標の差は大幅に縮小、基礎技術分野では依然として日本が優位っていうのはようわからない。それで勝ったんみたいな、ちょっと読んでいきましょうね。26位対4位が23位対34位に入れ替わったと、本文です。韓国の全国経済人連合会が815幸福節を控え、1990年代初めから約30年間韓国と日本の経済競争力格差の変化を比較し12日に報告した資料ということは、これはもうお隣さんの国内の資料ということですね。で、最も総合的で象徴的な指標はスイス国際経営研究所括弧 IMD の国家競争力の上位。スイスの指標ね。はい。日本が1995年の4位から2020年には34位に落ちた中、お隣さんはですね、26位から23位に上がり、日本を上回ったと。よかったやん。国家競争力の順位と同様に劇的な変化は S&P、ムーディーズ、フィッチなどの国際格付け機関による国別信用格付けで見られる。S&P 基準の格付けを見ると、1990年に、お隣さんですね、A プラスが日本の AAA より4段階低かったのに対して、2021年には AA で日本の A プラスより2段階高い評価を受けた。よかったやん、おめでとうございます。各国の物価と為替相場の水準を反映し、国民の購買力を測定する購買力平価指数、PPP を基準とした1人当たりの経常国内総生産、GDP を見ると、2018年に韓国4万3001ドルは日本4万2725ドルを追い抜いた後、もう追い抜いてますね。この流れが続いてる。よかったやん。よかったやん。韓国と日本との代表的な産業である製造業の競争力でも、まあ、お隣さんですね、お隣さんが日本を抜いた、日本を追い抜いたことが分かった。よかったやん。やっと追い抜いたんや。ねえ、もうほんだらもう あんまり気にせんといてんなって言いたいんだけど。製造業競争力を分析し、国ごとに順位をつけた国連工業開発機関、UNIDO の製造業競争力指数、CIP を見ると、1990年にお隣さんと日本はそれぞれ17位、2位だったが、2018年には3位、5位へと逆転した。いや、逆転した今。
総量的なマクロ経済指標で差が大幅に縮まった部分もです。まあまあいい、もういいかなんか同じようなことなんで、もうこの辺にしときますか。いや、あのね、これね、なんか知らないけど、その、向こうのですね、経済人連合会っていうのを発表したみたいで、もうこれをもう、お隣さんメディア、大喜びしています。要は、日本に勝った、勝った、勝ったって。よかったよ、悲願達成やん、ほんまに。ええやん、ほんならもう気にせんといて。気にせんでええやん、ほんだらもう。でも、なんやかんやで言わんでええやん。もう、勝ってんろ？あなたたち勝ったんやん。買ったんやからもうほっといてえなというのがですね、私の個人的な感覚でございますね。日本に住んでますとですね、あのお隣さんっていうのはですね、私はなもおっちゃいしてますから見てますけども、大半の方はどうでもいいというか、知らんとか、あ、そんなんあったみたいな。で、韓流好きな人は韓流韓流韓流ってでね、言葉覚えやすいんですよ。僕ね、あのね、愛の不時着って見てたでしょ。なじーっとね、言語で見てたんですよ。言語で、見てて、わかるんですよ。聞いてるうちに、あ、これこんなこと言うとるっていうのは。すごい言語非常に近いんですね。どう言いますかね、向こうはやたらと破裂音の、濁音がない言葉なんですけども、聞いてるとなんとかわかるんですよ。ああ名前言いよったとかと思うんで、あ、いや、これもしかして自分がね、若い時にね、20代ぐらいで覚えようと思ったら多分覚えられたんじゃないかなと思って。英語っていうのは全く何ていうか、こう違う言葉ですから、私中学生の時初めて英語中学校の時英語という教科ができて、何やねんこれと思いました。暗号やんこれと思いましたよ。それは ABC ぐらいしてましたけど、あれがこう並んでるのを全部覚えなあかんっていうのもいい加減してくれと思いましたね。これ全部覚えていくんかと思いました。まあその後ね、十何年ありましたから、それなりには、いや、外国語としては今そうですね、それなりに一番使える外国語になってますけども、まあ、使えるっていうほど違いますけど、愛の不時着で言語を聞いてるときに、あ、これは近しい言葉やと思いましたね。今ね、ネットフリックスでバイキングスって見てるんですけど、ノルウェー人ですね。僕らが見るとこのノルウェー人、ノルマン人とか言いますけど、が、サクソン人と戦ったり、フランク人と戦ったりするんですけど、あいつらの言葉もね、同じゲルマン系なんですよ。だからすぐに覚えてるんですよ、お互いに。あの感覚ですね。だから、日本語と韓国語っていうのは。近しいし、多分これ覚えられるし、文法は一緒でしょ、なんて言うても。で、彼らは彼らであれがないです。日本で言うともう大和言葉ってない。全部漢語なんですよ。で、漢語ってのは一定の音でいきますから、わかりやすいですね。だから多分これ覚えられるわと思いましたけど、まあ今更覚えようとは思いませんよ。思いませんけどもね、そんだけ近しいんですけども、日本は長らくですね、明治維新以来、欧米に向かって国を開いてきた国であってですね、お隣さんたちっていうのはもう、どっちかっていうと、国を守るために、こう、キープしなあかんという人たちであってですね、厄介事であった。お金もいっぱいかけてですね、大損こぎましたけども。まあ、そういう存在であったんで、目はいつも欧米に向いててですね、なんていうか、まあ、一部の人、今は一部の韓流ファンだけがあっち向いてるという状態なんですけど、お隣さんたちは全然違いますし、もう国を挙げて日本を見てるわけですね。で、まあ、いろんな指標が出てきまして、その指標の中で、勝った、負けたとかでやってるわけですけど、もうええやん、僕らからするともうええやん。勝ったことに、これ勝ったという記事なんですけど、今日は一斉にこれ出てます。保守系メディアも、革新系メディアも出てます。勝った、勝った、勝ったって言って、もうこれ行こうな、もうそれで行こうなという気になりますね。買っておられるわけですから、もうええや、もうそこでやめようなって思うんですけど、なんでやめへんのと思うんですね。もうええやん、もうそんな、もういい加減もうね、精神的にもですね、独立していただいてですね、フランシスコ・ローマ法王がおっしゃったようにですね、道徳的にも霊的にもですね、もう生まれ変わってんだという気になるわけなんですよね。生まれ変わってよ、もういい加減にと思って。まあでもね、実はこういうニュースって、どう言いましょう、僕のように、かの国のメディア
ディアをずっと見てるとね、どうでしょうね、一月に一回ぐらい出てくるんですよ。買った買ったという指標が。あれしかしね、自分らでね、このあのアホらしさになんで気づかへんのでしょうね。もう飽きもせず出てくるんですよ。この指標で買った、この指標で買ったっていうのはええやん、別に買ったらええやんって、ね、買ったんやさかええやんと思うんですけどね。これがなかなかね、なんで買ってへんやろと毎回毎回買ってるわけですから、もう完勝やん、そんなもんパーフェクトゲームやろって、あんたらの勝ちやん、もうそれでええやんというのが、私のあれですね、感覚でございます。こういうの貼りませんから、探しません。あの今日は一斉出てますよ、この変なって言うたらか、あの日本に勝った競争力で勝ったというニュースでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。